このビデオはですね、えー、JFND の行動中心アプローチの2回目の二週目のコースになりますね。はいえー、このビデオはあの皆さんが録画をね、えー、スクリーンショットを撮ってもいいし音声だけ録音してもいいしそれから一時停止をしてもいいし、えー、2倍の速さで、えー、再生しても構いません。 またこのプレゼンですね。これ Google スライドなんですけど、このプレゼンはこの URL で開くことができます。はいでえー、と著作権は Creative c o m m の b y ですね、はいえー。クレジットを入れれば無断でコピーとか転載をしてもいいです。えー、クレジットは JAPAN f ン n d a t i o n n ニューデリーでお願いしますね。はい、この週は、えー、CDS を作ろうというものですね。 CDS ていうのは CanDoStatement あるいはただ CanDo と言われるだけの時もありますねはいでね今週第2週の目,目標はまあ大体3つぐらいあります一つはあの線形モデルとか文系積み上げっていうねそれ以外の学びの例を説明できるということですそれから2番目は行動リストねもう先週行動リスト作りましたよね これねあの、行動リストだけではまだシラバスにすることができませんそのままではシラバスにならないので、えー、2つの視点で考えてその自分が教えたいレベルを特定できるということですね自分が教えたいレベルっていうのは A1 から A2B1B2C1C2 っていうそういうあのレベルのことです、はい、であの今週の宿題はですね 行動リストをそのキャンドゥステートメントのリストに書き換えることができるっていうことですけど、これはどういうことかというと、要するに皆さんが開発するコースの内容の一覧、つまりシラバスですね。コースシラバスを作ることができるということになります。はい、つまり今週の目的目標は、皆さんが作るコースのシラバスを作ることができるということですね。それが一番大事な目標になります。 はい今日は1本目のビデオでは特にこの1番目の、えー、線形モデルつまり文系シラバスとかそういうのですね文系、えー、積み上げとかそういうもの以外の勉強の例を説明できる、えー、これについてお話をしたいと思います、はいえーとね、まず線形モデルっていうのは、まあ、英語だとリニアモデルっていうこともありますねでこれはあの従来の考え方線形モデルっていうのは従来の古い考え方ですね はい、知識っていうのはあの先生からねプレゼントをもらうみたいに知識をもらうことができてそしてあの下の方から積み上げていくっていう感じですねこれがその従来の考え方でこれどういうあの特徴があるかっていうと奇襲つまりすでに勉強したことですねそれと未襲ま,まだ勉強していないことこの2つを、えー、厳しく分けるっていうことです これがあの,線形モデルのとても大きな特徴ですね。でこの場合は例えばこの,、ね、あの絵を見てもわかりますけどあの途中で一つわからないところがあるとあのこれがねこの木の、ね、積み木が一つないとその上にもう積み上げることができませんね。だから一つ間違えるともうその先にいくのがあの、えー、難しくなっています。 はい、でそれからね最近の考え方はあのあの、ね、知識っていうのは先生からプレゼントしてプレゼントしてもらってあの自,分のあの自分が受け取ることができるものではなくて自分の中で作るもの知識はね知識は自分の中で作るものっていうそういう考え方です。はい、でそのためには あの習ったか習ってないかとかそういうことはあまりあの関係ないんですだって自分で作るわけだからね、はい、であのそういうものはあのこうやってね同じところを何回も回りながらあのゆっくり登っていくイメージなんですねなのでスパイラルモデルということがありますスパイラルは日本語で言うと螺旋ですね螺旋、えー、こういうのは螺旋型とかスパイラルモデルということがありますね 螺旋というのは要するにこれですこの絵が螺旋ですねスパイラルですはい、えー、非線形モデルつまりあのリニアモデルではないもののもう一つの例としてはこの,あの進むから広がるっていうそういうイメージを持っている人もいますあのスパイラルモデルもやっぱりねあのあのスパイラルだけど一応進むことは進むわけですよねでもそれが一つの方向ではなくて もういろんな方向に広がっていく、そういうイメージを持っている、あのえーとうん、学びの、ね、イメージを持っている人もいます。えーまあ、特に有名な人では、このケン・ロビンソンさん、えー、ともう去年かな、2年ぐらい前に、えー、と1年前から2年ぐらい前に亡くなってしまいました。とても、えー、私も悲しいですけど。 はい、私もケン・ロビンソンさん大好きでしたけどね。はい、でこのケン・ロビンソンさんの言った言葉としてえとても有名なのが Life is not linear つまり線形ではないと、えー、人生は線形ではないということですね。It's organic、えー、つまり有機的であるということです。なのでこれは有機的なモデルというふうに言うこともありますね。はいえー、これはね、TED トーク TED の TED トークですね、えー。ケン・ロビンソンさんの,あの 動画を探すとこれを見つけることができます、はい、このね特に今日申し上げたあの知識はあのプレゼントとしてもらうようなものではなくて自分の中で作るものこういう考え方はこのね今井睦美さんの「学びとは何か」という本それからもう一冊は鈴木宏明さんの「私たちはどう学んでいるのか」この二冊の本を読むととても分かりやすいです。 私もね、この2冊の本について、ポッドキャストでもう少し詳しく説明している、説明したこともあるので、興味がある人は、私のポッドキャストを探してみてください。あ、村、スペ、そういう名前で探すと、私のポッドキャストを見つけることができます。村はひらがな、スペはカタカナですね。Google ポッドキャストとか、えー、iPhone のポッドキャストはなんだっけ Apple はい、それでも見つけることができると思いますね。はい、それでは今,日のあ今週の1本目のビデオはここまでになります。フィルミレンゲー。